芝桜の一番綺麗な時だったらね、本当にあの最高で3万8000人で、秋のコスモスの時が2万2000人だったかな。そうですね、あのもうここをとにかく滞在型のね、もうこうゆっくりこう楽しめる公園にしたいと思ってるんですよ。菜の花から来始めて、菜の花、桜で芝桜、ポピーということで、こう、まあ、お弁当でも持ってゆっくりこう来てこうくつろいでもらえる公園として、あの生かしてもらいたいと思います。今年も咲かすぞ、イエーイ。